はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。挑戦士カオスソルジャーです。本日なんですが、私が KC ファーストステージをね、突破したデッキをね、ご紹介していきたいなと思います。今回は私が考えました。最近ね、KC ファースト突破シリーズでいろんな方が考えた面白いデッキをご紹介してると思うんですが、今回は私が考えた、僕が考えた最強デッキっていうデッキを使って、KC ファーストを私は突破しましたんで、こちらをね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。どうしても俺は挑戦士カオスソルジャーと一緒に KC カップを突破したかったんですよ。あのね、このデッキのね、弱点1個言っていいですか。弱点というか、強い点はめちゃくちゃ激ヤバムーブをするんですけど、すげえ回ると、ガン回るとマジ誰も止められねえみたいな最強ムーブするんですけど、あのね、事故ります、めちゃくちゃめちゃくちゃ事故るんですよ。だからこれが結構大変で、やりたい動きを一応先に説明しておくと、ライトロードギミックを使うんですね。援軍とか、ソーラーエクスチェンジでまず墓地にモンスターを叩き落とすと。例えば海辺の使者、宵闇の、海辺の騎士、宵闇の騎士あたりを叩き落として、で、まずレビオニアっていうね、世界最強モンスターを出していく。これで墓地のね、光闇を除外して相手のカードを破壊すると、選んで、でこいつらって除外されると実は最強効果を持っていて、これこいつが墓地から、除外されると、デッキから儀式魔法を持ってこれる。こいつが除外されるとデッキから儀式モンスターを持ってこれる。つまりですね、ソーラーエクスチェンジで海脈と宵闇を墓地に送り、レビオニアで相手のカードを破壊しながらこいつらを除外すると、なんと相手のカードを破壊しながら儀式モンスターと儀式魔法を持ってこれるっていうマジやべえコンボができるんですよ。これがどうしてもやりたくてこれをやるにあたり、デッキを組んできたんですけども、なかなかの事故率、はい、よく俺これ突破したみたいな感じなんですよね。よくこれで突破したみたいな感じ、2回勝っては1回負けて、で1回勝っては2回負けてみたいなのを繰り返して、なんかすげえなんか沼ったんだけど沼ったんだけど一応突破した、はい、このデッキですね。で、ギミックとしては、もちろん今の言ったギミック以外にね、ライトロードギミックがあるんで、7シンクロとか6シンクロとかができますよみたいな感じですね。で、レビオニア入ってるんで、こいつもレベル8ですから幸いね。なんでエネアドとかが出せると。で、ご都合守備札として、ステゴサイバーが1枚入ってるくらいで、もうほとんど防御がないんですよね、このデッキ。防御はほとんど考えておりません攻めることのみを、考えましたので、私、はい、なので僕が考えた最強デッキっていう名前になってるんですけどもね、はい、これね、マジで1回使ってみてめちゃくちゃ回ったらおもろいから。ただ1個言えることは、クソ事故る。デュエル3枚マジでちょっと事故んないで、本当にお願い、本当にお願い、ちょレビレビカオスカオスみたいな、マジでやめて。微妙俺のターン、クソ微妙、死ぬほど微妙、死ぬよ俺、死にますかね、ちょマジ死にそう、これマジで本当にこのデッキ、ちょ発想は天才やった、俺は、俺の中では発想は天才だったけど、マジで事故る発想は天才でしたけど、マジで事故ります、このデッキ。事故り散らかしております。あ、ウィッチカルト。あ、オッケー。ウィッチカルトね、そんなにワンキルしてこないと思うんだよね。多分ね、マスターベル守備エンドとか、そのくらいのコントロール寄りのデッキだと思うんだよね。ちょ、メスガキのワンキル、マジ、メスガキワンキル、マジやめて。あ、オッケー。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。危ない。オッケー、こういう中速デッキだったらまだある。猶予がもらえるから。スピードデュエル対応してるんで、デュエル率マジでやばいですね。はい、環境が悪いけど、一応だな。これ結構強いなっていうか、これ結構強いぞ。手札から挑戦士のホーガーを発動。挑戦士のホーガーにより、俺は手札から宵闇の騎士、そしてデッキから海脈の騎士を墓地の奥に、宵闇海脈を墓地の送ったパーフェクトカオスを特殊召喚できるぜ。現れろ挑戦士カオスソルジャー。うおさあどうする、何いいだろう、何いいだろう、一応見てからでいいんじゃない効果。まあいいや。あー、でも一応あれか、ハンデス警戒か、はいはい、ハンデス警戒ね、オッケー。とりあえず挑戦士カオルソルジャーの効果を発動するぜ。俺や宵闇の騎士の効果、お前の手札を一枚ゲームから除外させてもらうぜ、裏側表示でランダムに。さあどうする、使うか効果を。
まあ効果使われると結構きついかな。そこいいだろう。それを待っていた。さあフィールド上の俺のフィールド上のモンスターの効果は全て無効になる。パラレルツイスターすげえかマジな。挑戦士カオストロジャー効果は無効。これは効果が発動しても意味がない。ただし俺は墓地の光闇モンスターをゲームから除外し現れろ。根源竜レビオニア。レビオニアのモンスター効果が発動。相手のフィールドのカードを2枚選んで破壊し、さらに海外の騎士と余裕の騎士は墓地からゲーム除外された場合、デッキから儀式モンスターおよび儀式魔法をサーチすることができる。これが最強ムーブ。おらじくたばれメスガキが。くたばれメスガキが。しょらこれはもういい。ただちょっとワンキル取れませんね。まあしょうがない。でも根性を削っておく必要がある。行け挑戦士カオストロジャーでダイヤタタック。ああ終了させてもらうぜ。さあ来いよワンズ。お前負けたら服脱げ。これは闇のゲームだ。闇のゲームだ。ライフが1000減るごとに服が1枚ずつはだけていくぜ。服が1枚ずつはだけていくぜ。最後にお前は真っ裸にしてやるぜ。これが闇のゲーム。どうやら理解しちゃうから。そうだこれがデュエルリンクスだ。デモンストレーション。あめんどくせえな。しつこいんだよお前。しつこいんだよこのメスガキが。あーサボタージュ。あーフチカード怖え。なんだフチカード。まあ、魔法カードじゃなくて、まあ、トラップカードとかでしょうね。なんとマスターピースとか、クラフトとかそっち系のカードだと思います多分。おそらくカードを引くぜ。ですね。そのライクシーンマジゴミじゃん。まあ、とりあえず挑戦士カオスソルジャーの効果を発動しますよ。挑戦士カオスソルジャーの効果、これは宵闇の騎士の効果を起動し、お前の手札を1枚ゲームから除外させてもらうですよね。いいでしょう。で魔法カード、あれは1枚魔法カード、つまり3000打点では突破できない。いいだろう。俺はレベル8のモンスター2体でオーバーエネットワークを構築。エクシーズ召喚アナロロ聖国神竜エネアード、そして聖国神竜エネアードのモンスター効果を発動。頼む、ま、やめてくれ。月の下とかは月の下とかそっち系のカードやめて。 OK 聖国神竜エネアードの効果を発動。モンスターをリリースすることによってフィールドのカードを破壊できる。俺は挑戦士カオストロジャー、いやマスターピースケアするために一応これだな。これ一枚破壊だ。よしいける。バトルこれで終わりだ。頼む。よーし、しつこいんだよメスガキが。アンズ、とりあえず夜のデュエルしようぜ。さあお相手の方出た。もう一人の僕 VS もう一人の僕。ハンドはちょっと強い。よしよしよし。やばい。マジで、ほんと魔法カード来ないとこのデッキマジ弱いから。マジで弱い。あのね、結局魔法カード1枚使ったところでマジ弱いくらいの感じだから。ソーラー X 神事からの援軍みたいなことできて初めて強いみたいな感じなんだね。結構。いやー、とりあえず相手はサンダードラゴン、ライトロードサンダー、オッケー。手札誘発はあるかもしれないことは覚えておこう。あ、まあハンドは弱えな。とりあえずこの来たカードは弱え。とりあえずソーラーエクスチェンジの効果を発動。ソーラーエクスチェンジの効果によってライトロードアサシンライデンを墓地。あ、強っ。え、強っ。あ、強っ。やばい。これはね、これ援軍の落ち方によってはマジで殺臭ムーブ入る。これマジ殺臭できる。サービス終了、サービス終了まであるこれ。光の援軍の効果を発動していく。さあ光の援軍の効果、海脈落ちた。神ゲーすぎる。やばい、これマジでやばいっすよ。これほんとやばいっす。これ、ね、世界一強い動きがいきます。はい、今からちょマジやばい動きするんで、ちょっと一回見てもらっていいですか。これはルミナスインですね。でですね、はい、でミネルヴァの効果も発動していく。でスガサイバーも落ちていく。神ゲー、マジで神ゲー。これはマジで遊戯王デュエルリンクスって感じで。海辺の騎士と余裕の騎士を巻き込むのが確定して、であとは、まあ、何でもいいんだけど、まあ、アサシンライデンかぶってるからこれじゃないか。光と闇のモンスターをゲームから除外し、現れろ権限竜レビオニアの特殊召喚。レビオニアの効果を破棄。なんでかってカオスソルジャーを出すことができるからさ。そして海辺の騎士と宵闇の騎士の墓地から除外された場合の効果をそれぞれ発動。宵闇の騎士の効果によりゲームから除外された場合、敵から儀式モンスター1体を手札に加えることができる。さらに海外の効果により
ゲームから除外された場合、儀式魔法を手札に加えることができる。さらに俺はライトロードサムナールミナスを召喚。サムナールミナスのモンスター効果発動。手札を1枚墓地に送ることによって、これでライトロードアサシンライデンを特殊召喚。あ、これ今あれだったな、調整しか遅いじゃなかったな。ちょ、間違えた。まあいいや、トリキライナーはいいだろう。トリキライナーはいい、トリキライナーはいい。今ちょっと手札を捨てるのを間違えて許してくれ。がわかった、すまん。手札捨てるものを間違えたがいいだろう。俺はフォーチュンレディエバリーを新キロ召喚していくぜ。ダークシンクロ現れろ、フォーチュンレディエバリー。さらに俺は手札よりマジックカード挑戦士のホーガーを発動。挑戦士のホーガーにより俺は手札に存在する余裕の騎士とデッキの壁掛けの騎士を墓地の奥に現れろ。挑戦士カオスソルジャー、そしてカオスソルジャーのモンスター効果発動。カオスソルジャーは宵闇の騎士を素材にした場合、相手の手札をランダムに1枚除外することができる。さらに挑戦士のカオスソルジャーの第2の効果発動。カイペキの騎士を素材にしている場合、相手のフィードのモンスターを1体除外することができる。トリキライナーは効果を受けない、つまりこのまま殴る。行け挑戦士カオスソルジャー。挑戦士カオスソルジャーは戦闘で相手モンスターを破壊した場合、ダメージを与え、さらにカイペキの効果により2回連続攻撃が可能。行けダイレクトアタ、あ、順番間違えた、ダイレクトアタック。ガバかったけど、マジでこのムーブは殺臭できるよ。本当にサービス終了するくらい強かったでしょ。ブレイングガバいのはマジ許して。勝ったら昇格来た。これマジでこのデッキで昇格したらマジ魂ですよ。なんでかっていうと、このデッキ死ぬほど事故るんで。死ぬほど事故るんだけど、いやこれまむずでも、これ死ぬかな俺。でもリシドさんって知らない気すんだよね。いや一応モンスター立てた方がいいか。ソーラーエクシェンジがいる。いやトップライトロードだったら強いけど、これ言うてこうだろ、でこうだろ、こうして光闇除外したところでなんだよな。今光闇除外したところで儀式モンスターしか持ってくることはできない。つまり俺は失踪の暗黒騎士ガイアを召喚じゃねえか。いやーこれわからねえ。いやでも多分ワンキルはされない。リシドは多分結構害悪系寄りのデッキだと思う。20枚、まあ、知らないとかですかね。なんかワンチャンここのなんかその KC セカンド始まって2日目なの、3日目なのにレベル19体にいるっていうことは KC カップの多分ね、そんなに大したことないと思う。まあ俺も大したことないデッキ使ったけど。裏返るサブテラーか。うーわー、マジか。あ、でもそれはレビオニアでいける。いやレビオニア強い、多分それは。ハンド強いな、あいつハンドは強い。いやでもレビオニアは多分結構辛いんだよ。言うてあのデッキブラックハウスドラゴンとかめっちゃ辛いから、レビオニアの効果めっちゃ辛いと思うわ。ああ、そういうこと、なるほど。これは挨拶先にしていくしかないよね。で光闇を除外し、まず一旦挨拶をしていく。一旦挨拶で根源流レビオニアの効果を発動。さらに宵闇の騎士の効果も発動。ゲームから除外された場合、儀式モンスターを手札に加えることができるぜ。さあどうする、ハゲ。このモンスターは多分つらいぞ。相手ワンチャンいけんじゃねえか。裏返りは残していいわ。リグリエアードとアクアパッツァ、この2体を、破壊しよう。選んで癖はどうでもいい。あ、どれどうでもいい。それマジどうでもいい。もうこれチェーン間に合ってないから、これはチェーン間に合ってない。で自分のフィード上のモンスターを表にしていくっていう効果が発動するが、そのモンスターを破壊してしまえば、リバースしたっていう情報は残んないから、これが新ルール遊戯王の、挑戦士カオストロジャーを手札に加え、さらにレビオニア効果で、マグリアードと、リグリアードとアクアパッツァを破壊していく。でさらに、ライトでアサシンライデンを召喚で効果発動。これで何らかの光闇を落として、あ、いいいい、まあまあ悪くはない。次のターンもいける。次のターンもレビオニアはできる、多分。ワンシンクロした方がいいか。シンクロあるな。シンクロあるが、いやでもシンクロあるけど結局裏返るだろ。戻されるんだよな、どっちにしても。どっちにしても戻される。まんま殴りじゃないか、これ。まんま殴りか。まんま殴り
まんま殴りして、あ、行くぜ、間違えた、やべえ、これ今シンクロ、あ、でもモンスター効果発動、シンクロして、いや、ダメだ、あ、合ってる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 、大丈夫だ、合ってる合ってる、これ4、11シンクロ入ってないんで8と4でシンクロしたところで意味はもう、そうやな、大丈夫、合ってる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 、大丈夫、合ってる落ち着け落ち着け落ち着け、俺オッケー、それは戻されるの今で、ターンしろ、でライトの出しないでの効果を発動していく、オッケー、ステゴサイバーも落ちた、オッケー、いや多分なんとなると思う、さすがに手札2枚でしょ、いや手札2枚きついでしょ、よし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 、俺のターン、カードを引く、オッケーオッケーオッケー、手札2枚はかなりきついと思う、でライトロードアサシンライデンの効果光らない、光らない、でとりあえず挑戦者の魂の効果を使い、何らかの、モンスターを手札に加えていく、いけるぞ、これレベルには通るもんな、行こう、光闇除、もう捨てこさえばいいな、光闇除外して根源竜レビオニアを特殊召喚、根源竜レビオニアの効果を発動、根源竜レビオニアの効果にはそこらしい、何いいだろう、いいだろう、ではもういらねえ、このこいつ叩き割ろうこいつは叩き割る、そして俺は手札より、ギュシュ魔法挑戦士のフォーガを発動、挑戦士のフォーガにより墓地の挑戦士カオストロジャーモンスターを一体特殊召喚できるぜ、俺はデッキネムルチ開闢と手札の宵闇は墓地の奥に現れろ、一つの魂は光を誘い、一つの魂は闇を導く、やがて二つの魂は混じり合い天へと昇華する、行けカオスソルジャーバトルフェイス天地開闢ザ・クリエーションソード、うおー、よっしゃよっしゃ、見ていたかみんな、見てたかみんな、見てたか、これが挑戦士カオスソルジャーだ、うわー、おりゃー、よっしゃー。